4枚はぎのふっくらしたがま口ショルダーバッグを作りますこんな感じに仕上がりますだいたい長いものですから、時間を変えておきましたあの慣れている方は要所だけ見ていただければいいかなと思います 口金はこの100円ショップの10 100ミリ10センチの口金を使います。まず型紙を作ります。こうして2枚の紙 A4 の紙をそして直角に折ります。三角に折ります。 そして右の1枚目右側になっています下から 3cm そうするとこの直角も3センチになりますねここに線を引きます下から3センチ、直角に3センチ。そしたら2 3センチ、その3センチ引いたところから2 3センチ。 立ち上がりますそして23センチのポイントしたところから直角に5センチ幅が5センチこれ紙が少し足りませんから角をこうして,こうしてのり付けしました3センチ立ち上がったところから23センチ上に行ってそこから5センチ そして左側に置いた左側になってる方もう一枚の紙そちらは下から 5cm 直角に 5cm ここに線を引きますそうするとこの下の直角の 下が直角になってるんですけども、和ですから、この直角の斜めのところ、そこを下の今の引いた右の方の3センチのところと付け合わせします。そしてこの5センチの印のところ、ここに印をします。右側。 そして今下の方に印をしたものと上の5センチのところの印、これをつなぎます。これが18.5センチありました。まあだいたい A4 でやられればこういうふうにあのえっと。 しっかり引けばこういう数字が出ると思います左側左側が5センチそのまま立ち上がります平行にそして今右側の引いた線の18.5センチここにポイントをしますこれ今上の方線が引いてないんですけども 1 8 5ンチのところでカットすることになりますそしたらこの今のこの左の下のところここが丸くこうして2 3ミリ中に入ったところだと思うんですけどもカーブしますこれが底になります。 そして左側の細い方、細い方も同じようにカーブします。そしたら型紙を切ります。下から3センチのここ、ここはもう切ってしまいます。これが底になります。そして上の部分、そしてカーブ。 を切りました左側の脇の布これもこれ今1 8 5ンチのところでマークしたんですけどもこれをカットします。ちょっと見えにくいんですけども縫い代が1ンチですので左側と下側。 1センチの縫い代のところに印しましたこれは縫い代付きの型紙のものですからそしてこの合わさったところここがポイントですこれ大事なポイントですねそして左側,左側の細い方の型紙も1センチの縫い代で印をします この三角の下側、三角の下側がわが側がポイントになります。このポイントと先ほどのポイントが縫い合わせる場所ですね。これが縫い合わせるところです。こうして。 バックの底の,部分底の部分が細い方が脇、大きい方が前,前後ですね前後の中心になりますで型紙をこうして切りましたらポイントとポイントを合わせてあのカーブを合わせて上まで切ります。 こうして合わせてみます。そしてサイズが合ってるかどうかを確かめてください。これサイズが合ってないとせっかく布をカットしてもうまく縫えないものですから、これは必ずしてください。そして細い方、細い方も1センチ縫い代がありますので1センチをポイントして輪の方、輪の方を上から3センチ印をします。 そして、このように、斜めに。線を引いて、ここをカットします。これ、あの初心者マークのような。若葉マークのような形が左側ですね。それが脇の布。中心の布が大きい方、ふっくらした方。 そして、細い方が脇の布この型紙になります。これ表布と。芯を貼りました。芯はそれぞれお好みの芯を貼ってください。そして、ポケットはこの中心の布から上から 3.5cm 下がったところで切ります。これが上の縫い代が付いています。 こういうふうにポケットが付きますね。そして裏の,布裏の布と裏の布も薄かったら芯を貼った方がいいと思います。これはあのインテリアファブリックなんかでしたら芯はなくてもいいんじゃないかと思います。次にループ。ループを挟み込んで縫いますので、 そして紐。紐はこれ市販のこういう革の紐なんかでもいいですね。紐は 4cm を半分に折ってまた半分に折って 1cm で仕上げますね。こちらのループはバイアスで切りました。仕事がしやすいですから挟み込みしますからバイアスにしました。5cm セの 4cm を4分の1に折って 1cm にます。 えー、縫いましたそしてこれ芯を貼りまして、えー、カットしてきれいに芯を貼ってもこういうほんの少しのこうなんていうか狂いが出てくるんですけどもアイロンをかけますとこれもきれいに全部きれいに裏も表も型紙に合わせてカットしておきます。この作業はあのめんどくさいんですけども、 これ小さいものは響きやすいのでやっておかれると下手が綺麗に仕上がると思います。そしたらこのポケットの上側、上側は三つ折りにして上から縫い叩きつけます。そして中心の布の上に置きます。これがバッグの裏側になりますね。ここにループポケットとループ。 ループは半分に折って2センチだけを有効にして2センチですねこれ2センチを脇から2センチ。上から1 5センチ。これを仮止めしますねこの時にポケットも少しだけ仮止めしておきますそしたら本体を縫っていきます。まず底の部分 先ほど印をした型紙、これのポイント、ポイントを印付けします。1ンチの縫い代ですね。そしてこれしっかり待ち針で留めて、このポイントからポイント、 ポイントからポイント、ここを返して、返し縫いをしてしっかり縫います。こういうふうになっています。そしたら脇の布。脇の布も先ほどの三角の底の部分に印をしましたけれども、その印をします。 そして今の縫い止まりのところ、そこの縫い止まり、それと今の印したところ、そこを待ち針でしっかり留めます。この待ち針の入ったところにミシンの最初の針が落ちますね。 そしてカーブのところから上まで止めていきます。これが四箇所。反対側も脇,脇のところとカーブのところを縫います。一センチの縫い代です。これあの映像ではあの待ち針があのたくさん止まってないですけれどもあの。 ミシンの,の上,達上手な方は待ち針をほとんどなしでやれると思うんですがあの慣れてないらっしゃらない方はしっかり待ち針を打って縫われた方がいいと思います。どん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 ずれていってしまえるといびつな形のカバンになってしまいますからこういう小さいものの場合は特にしっかり待ち針を打たれた方がいいと思います。こうして4箇所 ポイントからポイント、縫い止まりから上まで、こういうふうになりますね。三角になってます。こんなふうになります。そして今のループのところとポケットのところ、ここは返し縫いをしてあります。力がかかりますから、 返し縫いをしてかれた方がいいと思います。そして裏の布、裏袋、内袋ですね。内袋の布、これも同じ縫い方をします。ポイントに印をして、まず底を縫って、そしてポイントとポイントを縫い合わせますね。この時、裏の布を、 これだけは本当に本当に少し1ミ、mm、リあるか無しかで余分に1センチより余分に縫っています。そうしたらこのカーブの丸いところここだけは少し縫い代をカットしておきます。表に響くもんですから全部こうあの表の布も裏の布もこのカーブのところだけカットしました。 それで、アイロンかけるんですけども今回この小さなものを縫うのにこんなアイロン台を作りましたタオルをぐるぐるっと巻いてこうしてシーチングのような布で包んだだけなんですけどもかく作りましたもんですからこうしてアイロンするのに小さいところとか細いところとかカーブのところはこのカーブを利用してそして丸い小さなので底のところ この時に三角になったところをカットしてしまいます。切りすぎないように気をつけてください。そして裏の布も、うん、内布内布の方も綺麗にアイロンをかけておきます。こんな風にアイロンをかけました。そこはこんな風になっています。 そしたらこの4か所の縫い目のところ脇の布と中心の布の4か所の縫い目のところここは型紙上で修正してませんけれどもこの縫ってからほんのカーブ少ーしのカーブゆるいカーブにカットしておきます。で裏の布内布内布の方は 2mm だけカットしながらカーブをカットします。 ちょっと余分にカットしました収まりがいいもんですからそのようにしましたそしたら表布と内布を縫い合わせします開け口を少し残してこの開け口は中心の方の中心の方で開け口を作ってください脇の方で作るときれいにいかないですねこの中心の方で開け口を作る こんな風に開け口が通じてます。そしたらこの三角のところ、V 字になっているところの下のところ、ここに切り込みを入れます。両側、これ両サイドですね。両サイドこれ切り込み、切り込み入れないと綺麗に収まらないですね。引っ張っちゃって釣っちゃうと思います。そしたらそことそこ、いつもの町と町、 これを縫い止めしておきますこんな風に縫いましたそしたら表に返します表に返したらこの縫ったところを綺麗にアイロンで整えてそしてここにステッチをかけます開け口も綺麗に 折ってステッチをかけちゃかけちゃいいまます。す。これはちょっとと大事だと思いますステッチかけた方がきれいにいくと思いますそして口金をつけるんですけども私はいつもこのボンドの作業はこうして割り箸を鉛筆削りで削ってそれを使いますこれ太さもちょうど柔らかさもちょうど使いやすいと思います そしたら口金の中の紐、これを口金の長さに合わせて2本カットします。そしてこの今の V 字のカーブ、カット、うん、V 字の底のところ、横、うん、脇布の横、そこからだいたい1.2センチぐらい、1.2センチぐらいのところからこうしてボンドをつけます。細く。 5ミ、mm、リぐらいのところにボンドをつけます。そして先ほどのこの割り箸棒、割り箸棒で割り箸スティック、これで余分なものを取って。 ならしておきますねそしてこれが5分からだいたい5、5 6分薄いので5、6分から7、8分だいたい手にこうベタっとくっついてこないぐらいまで乾かして乾かしてからこの紙紐これを固定しますで、片側ずつやりますボンドがベチャベチャくっついちゃうもんですから 片側ずつやってこれしっかり乾くまで待ってくださいそしたら今度カチガネにボンドを入れていきます。これ最初に少し多いかなぐらい入れてそしてこの割り箸スティックでならしますねそして内側の両壁全体全体にまんべんなく 薄く薄めにボンドがついているように鳴らします。そしてやっぱり口金の方も10分、結構こちらの方はあの多めに待ちます。これ木工用のボンドの話ですけどね。速乾でしたらこんなことにはならないと思います。速乾そのボンドの性質によって待つ時間は考えてください。すぐにやらない方がいいんじゃないかと思います。でしばらく待つとあのボンドがだいぶ安定しますので、そうするとすごく。 むにゅうって出てこない出てこないし簡単に固定されますそしてこうして中に入れ込んでこの目打ち目打ちとかまあ家にあるものでピンセットでもいいしドライバーを使っている方もいらっしゃいますねそんなのでこうして中に入れ込みます やっぱりボンドがしっかり乾いてからやるっていう乾いてからっていうか、もう乾ききってしまってはいけないんですけど生乾きのところでやるっていうの、うん、作業をするというのがこれポイントですね。本当に楽にするするっと入っていきます。そしたら両側をして固定してしっかり乾くまで待ちます。 こでで触らない方がいい方がすね。もうしっかりそのままそっとしておくそして乾いたら下のバネのところの4箇所これをかしめますこの時に当て布をするんですけども内側だけをこうギュッて中に入れる感じ感じでいいんですけどもどうしても,もう外にも多少響くんですが内側だけをかしめる感じでやってください。 最後にこの後ろ側のループこれに縫った紐これを通してこうして金具なしでもこうしてくるっと結んだだけでも今回のは挟み込みしてますからまっすぐ上に行きますので形がいいと思います。底のの部分がここんな形のちょっっとふっくらした結構あのこれでも たくさんものが入りますよ。これで、えー、ショルダーバッグにしてみました。浴衣にも合うと思います。